こんにちは。今回も ASE ラリーモニター4 iPhone の開発状況をご紹介いたしたいと思います。いきなり噛んじゃいましたが、まずですね、パッと見てお分かりの通り、前回までと違うのは、この背景画像ですね。今までは Android 版も含めて、一応カーボン調の背景で統一してました。まあ、デイモードにすれば白かったんですけど、基本的にはまあカーボン調と。いうことだったんですけども、今回iPhone ということで、機種が単一というメリットを生かして、こういうふうに枠組みをしてみるのも面白いかなという試みでやってみました。この辺は好みの問題だと思いますので、これがいいのか悪いのかはちょっとご意見を聞いてみないとわからないと思います。こういうこともできると、せっかくなんでやってみました。それでは中身についてお話ですね。機能的には前回と基本的に変わっておりません。こちらは GPS の時計ですね。昨日、Android の、スマートフォンと同時に走らせてみまして、時刻を比べましたが、まあ、当然なんですけど、GPS で時計を拾ってますので、同じ秒を指していました。ということで、こちらは GPS による時計。現在のところ、時計の補正はできないというか、まあ、考えていません。iPhone の場合は機種が1種類なんで、これで合えばおそらく合うんじゃないかなという、淡い期待をしています。合わないようだったらまた補正機能について考えたいと思います。その隣ですね、GPS のインジケーターですね。こちらが今ちょっと赤くなりましたが、GPS の状態によって赤と黄色と緑に変化いたします。2段目、こちらリメインタイムですね。こちらはその隣のアライバルタイムに対する残り時間を表示します。今はもう到着予定時間0時をかなり過ぎてますので、まあ、翌日という考え方はないんで、一応当日の0時を過ぎてるんで、一応もう0の赤ということですね。残り1分になれば黄色ということになります。こちらの入力方法は、このアライバルタイムのこの時計の部分、これですね、時計というかまあ時刻表示の部分をタッチしていただきます。ではタッチしてみましょう。はい。こんな感じですね。ちょっと今分かりづらかったかもしれませんが、このように時刻を入力するドラムが表示されます。とりあえず3分後ぐらいにしておきますかね。このようにドラムをセットして、あとは右下のセットボタンを押すと画面が戻ってセットされると。で、残り1分を切ってますので切ろうということですね。この辺は今の動きなんかまさに iPhone ならではというか iPhone っぽい動きですね。ちょっとめくってドラムが表示されるということですね。せっかく iPhone なんでという、まあ、僕も iPhone を使ってるわけじゃないんですけども、こんな動きは多分 iPhone っぽい動きなんじゃないかなという想像で入れてみました。でこれが時計ですね。時計じゃないですね。到着予定時間ですね。という感じですね。で、一番下がトリップメーターですね。こちらトリップメーター、今黄色になっているのは、まあ、前回もお話した通りニュートラル状態。この状態では動きません。で今、ダミーでちょっと距離を走らせてますので、ちょっと切り替えてみますか。この左のオフってなってて、ここはトリップメーターのスイッチです。これをオンにするとトリップメーターが動き出します。あ、ちょうど1分切りましたね。はい、じゃあオンにしてみましょう。まあ、こんな感じ。実際にこのような感じでトリップメーターが進みます。通常ですと、他のアプリのことを言うのもあれなんですけれども、よく GPS の変化で、こう取るとどうしても距離の進み方が、ピロッピロッって1秒ごとぐらいに切り替わってしまいます。自分もそれで別に構わないのかなと思ったんですけど、意外と Android 版をやってる時に、その動きがどうも馴染めないというご意見が多々ありましてですね、まあいろいろ考えまして、このように実際のラリーコンピューターと同じような動きにするということで、まあかなりこう見た目があまりこう違和感なく使っていただけているようですので、iPhone 版に関してもこのように最初から通常のラリーコンピューターの同様のトリップメーターの進み方をしております。で、ちょうど0になったので赤ですね。で、今緑になっているのは前進ですね。で、これを切り替えると距離が戻っていくと。まあ、こんな感じですね。で、止めたいときはこのトリップのトグルスイッチをオフにすれば止まるということですね。で、プラスになって距離が進んで、トリップメーターをクリアしたいときは、この右のボタンを押すとクリアということですね。これがトリップメーターですね。で、トリップメーターに対する補正値、GPS の距離なんで、
まあ、皆さんあまりこう期待していただきたくないんですけれども、どうしても距離はずれてしまいますけれども、それでもある程度の一定のずれというのはあります。それをある程度補正した方が、まあ、まだ使いやすいのかなということで、Android 版でも補正は、備えておりますが、iPhone 版も同様にやっぱり補正を備えるべきだということで、補正値を入力することが可能です。そちらの方はこの左下の方にキャリブレーションボタンをつけました。とりあえずこちらの方を押していきます。そうすると、このように、キャリブレーション入力モードに切り替わって、今の動きも多分 iPhone っぽいんでしょうね。私は使ってないんでわからないんですけども、こんな感じで、キャリブレーションを入力する、自分の距離、自分の自社の距離ですね、あるいはロードブックの距離をやると、1点何がしとか、0点何がしとかっていう数字が出てきます。そちらの方をこちらで選択していただきます。今1.000、まあ1ですね、ということなんですけど、例えば1割だったら1.100ですね。2割だったら1.200。ということで、まあ、例えば1.2121とかね、こんな感じで入れていただきます。入れましたら、こちらの右下ボタンを押すと。これで補正は完了です。まあ、実際今ちょっとね、わからないと思うんですけど、これで補正入ってます。で、もう一回見てみますか。そうすると、ピッてこう先ほど入れた数字にまたセットされると。この辺は記録してますので、アプリを終了した、例えばこのようにアプリを終了してもう一回起動したとしても、まあ、これに戻ってますね。ということで、補正が入力できるということになります。こんな感じで一応機能を備えてみまして、実際に、もう実走行のテストを開始しております。特に今のところ大きな問題というのはありません。あとはトンネルの処理、Android 版でも入れてあります、トンネル通過時の処理を入れて、おおむね完成ということになりますので、多分予想よりも早くリリースできるんではないのかなというふうに淡い期待をしております。ということで、iPhone ユーザーの方でもしご期待いただいている方に関しては、もう少々だけお待ちいただければ助かるかなという次第でございます。以上、AC ラリーモニター4 iPhone の開発状況のご説明でした。それではまた会いましょう。